変だ。今日の夜になると大量のゾンビが襲ってくる。なぜ貴様を倒そうとするといつも邪魔が入るのだ。そんなこと知るか。それより時間がないから今からロケットを作ってここから脱出するぞ。仕方ない、貴様との勝負はここから脱出した後だ。ああ、とにかく急ぐぞ。ロケットに乗ってみたいという人はチャンネル登録と高評価よろしく。ウォーターチャレンジのスペシャルブックが4月1日に発売決定。予約は概要欄をチェック。それではね、早速ロケットを作っていきたいと思う。その前にミスター X はもう作り始めてるじゃないか。負けてられないね。というわけでまずはジェット部分を作っていこう。そうだな、まあ数としては4つぐらいあれば十分かな。よし、骨組みは完成したから、あとは高さ3マス積み上げていこう。よし、火が出るジェット部分は完成だな。そうしたらこの上に大きな床を作っていこう。よし、オッケー。これでね、ロケットの胴体部分を作ることができるようになった。というわけで今から胴体部分を作っていこう。よし、オッケー。今回は4階建ての中身にしたいからね。まずは1階部分の完成だ。そうしたら次は天井を作っていこう。よし、天井を貼り付けたな。これで1階部分は完成だ。さて、ちょっと時間あるしミスター X の様子を見に行くか。あ、なんだかなかなかいい見た目で作ってるじゃないか。ちょっといたずらしてやるか。あ、ミスター X、 何やってるんだ。すまないか、今水流式エレベーターを作ろうかと思っていたところだ。あ、なるほどなるほど。まあ今回ロケットだからね、上に行く手段がないと2階3階とかには行けないからね。その通りだ。しかし貴様は一体何をしに来た。すまない。え、あー、ロケットの形をどうしようかなと思ってアイディアをもらいに来たんだ。なるほど、ならば貴様も水流式エレベーターを作ったらどうだ。ああ、そうさせてもらうよ。あ、試しにちょっと使わせてもらおうかな。なるほどなるほど、こうやって上に上がってこれるわけか。じゃ、この特性を生かしてちょっといたずらを仕掛けてやるか。壊れない強化ガラスをここにつければ、よし、これでミスター X は上がってこれない。さて、うまくいっているかどうか試して。なんだこれは。すまない、何をしている。よし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 、水流式エレベーターは下に下がることができないからね。岩のうちにドラウンドを大量にエレベーターの中に入れていこうかな。よし、いいぞ。すまない。さて、大量にドラウンド召喚。何をしている。すまないと、貴様これを狙っていたのか。許さん、許さんと。すまない。へえ、すっきりした。よし、それでは僕はロケットの続きを作っていこうかな。よし、じゃあ引き続きこの壁部分を長くしてロケットの本体部分を完成させていこう。さーて、だいぶでかくなってきたな。ここが2階部分になる。というわけで今から天井を作っていこう。さて、2階部分の完成だな。ただ今回は4階建てにしていくからもう少し積み立てていこう。完成してきたね。ただこっからはちょっととんがった形にしてっからね。積み立て方を変えていこう。よーし、やっと
ロケットの本体が完成した。まだ内装や外観は終わってないけど、ひとまず形にはなったな。結構でかくなっちゃった。というわけで今から窓を設置していこう。そうだな、1階部分はこの辺かな。よし、ここら辺に窓をつけていこう。さーて、こんなところか。これで外が見えるようになった。あとは全方位やっていこう。さーて、1階から4階まで全て窓をつけた。これでかなりそれっぽくなったんじゃないか。それじゃ外観の締めとしてここにロケットを支えるカタパルトを作っていこう。よし、ロケットの外見は完全に完成したな。これだけでかいロケットがあれば簡単にゾンビを振り切れそうだな。それじゃ次は内装を作っていこうかなって。ミスター X、 おいなんだその TNT は。なんだ、何も持っていないが。いや、今持ってたろ。っていうか、なんでこんなところにいるんだ。貴様のところには水流式エレベーターがない。だから余が手伝ってやろうと思ってな。え、本当か。じゃあ、お言葉に甘えて水流式エレベーターを作るの手伝ってもらおうかな。いやー、ミスター X、さっきはすまなかったな。別に気にすることはない。あの程度で怒るようでは余の器も知れるというもの。なんだか僕が勝手に手を出して大人げないみたいになってるな。これはちょっと反省しないといけないかもしれないな。バカなやつめ、ただで済ませるわけないだろ。ミスター X、 今何か言ったか。何も言ってない。作業に集中しろ。早くしないとゾンビが襲ってくるぞ。ああそうだった。よし、まあこんなところかな。あとは水を足すだけだ。よし完成。助かったよミスター X。例には及ばない。さーて、ちゃんと機能するかどうか試してっか。おちゃんと上まで来ることができるね。よーしミスター X って、何やってるんだ。バカめ、ヨガただで手伝うわけないだろ。な、何この TNT だって。いい気味だな、スバル。さあ、完全に油断した。やばい、だいぶ日も落ちてきたな。夜になったらゾンビが来ちゃうから、早いところ内装を完成させないといけない。というわけで、まずはドアを設置していく。このドアなんだけど、こうやって顔認証で開くことができる超高性能なドアだ。というわけで、1階はそうだな、ベッドルームにしていくか。この1階で寝泊まりすることができるようにしていく。で、まあ単純なベッドを作っても面白くないから、ちょっと上質なベッドを作っていこうかな。さーて、トラップドアとドアを組み合わせて天井にも置いていく。で、上にはキャンプファイヤーを置いてからのシャベルで火を消していく。お、木造のいい感じのベッドになってきたな。あとはちょっとこの脇の部分をぶっ壊して旗をつければ完成といったところだな。よし、こんなところか。上質な木造ベッド完成。さ、あとはこのベッド2つ作っていこう。カラーリングは2パターン作るか。よし、3色のベッドが完成したね。そうしたらここに棚を作っていくか。本棚とトラップドアを組み合わせておしゃれな棚を作っていく。さて、反対側も同じようにトラップドアを置いていこう。すべて起動させて、あとはこの辺にトラップドアを設置して上部分をぶっ壊していく。あとはここに穴だったり、まあ見栄えが良くなるものを中心に置いていこう。絵画からのチェストからのランプを設置して、よし、おしゃれな棚完成。さあどんどん行こう。あ、下にも下がれるようにマグマブロックを置いていこう。じゃあ次は2階を装飾していこうかな。2階に関しては武器とかアイテムが保管できる武器庫にしていこう。さあ、でチェストの中には金リンゴでも入れておこうかな。
そうしたらゾンビといつでも戦えるようにここにダイヤモンドのアーマーを置いていく。あとはそうだね、剣とかも入れておこう。よし、2階部分完成。これでいつでもゾンビと戦うことができるね。さーて、ちょっと一段落したから仕返ししに行こうかな。って、なに？ミスター X もなかなかいいロケットを作っているじゃないか。これはますますムカついてきたね。いたずら仕返してやるか。おっと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 、あぶらぶらぶら。ほとんど完成したな。あとは最上階で操縦席部分を作るだけだ。なるほど、ほとんど完成してるみたいだね。あぶら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 。ここにいたらバレるよね。一旦下に行こう。そうだね、どうやって仕返ししてやろうかな。あ、そうだそうだ、ミスター X はさっきこの水流式エレベーターを利用していたよね。だったら僕もこれを利用させてもらうとするか。さあ、ここにアタッキング TNT を設置して、いけ！これをこうして合わせれば、操縦席部分の完成だな。なんだこれは、TNT が、よう襲ってきているだと。なんだこのタイプの TNT は。まさか、スワライの仕業か。一体なんだ、この TNT は、無限に攻撃してくるじゃないか。一体で、おー！かーし！完璧だったな。さて、ロケットの内装部分も完成。これであとは逃げるだけだね。もうゾンビが来たのか。まだこちらは完成していないというのに。あれ、今ミスター X の声が聞こえたよね。もしかして僕が邪魔したからまだ完成してないのか。まあ確かにあいつは敵だけど、僕のせいってなるとちょっと後味が悪いからね。仕方ない、ここはダイヤモンドの装備をつけてミスター X を助けに行くか。まああいつのことだからゾンビなんか蹴散らしてるかもしれないけど、念のため確認しに行くとするか。水流式で上がって、そうだね、グライダーを持ってるからここを一旦ぶっ壊して、よし、これでミスター X がどういった状況なのか見に行こうかな。さーて、思ったよりもゾンビの数が多いな。これはさすがにミスター X でも倒せないだろう。なんだなんだ、やばい、完全にこれ標的が僕になってるよね。ミスター X は大丈夫なのか。これだけの数はさすがにまずい。一旦降りて、おおって、しまった、ちょっとずれたが、この中に入って、待った、中に侵入されてるってことは、ミスター X はもうやられてしまったのか。やばいやばい、数が多すぎる。これは一旦上に上がるしかない。ミスター X 大丈夫かって、ああ、すまない、何しに来た。ああ、話は後だ、一旦このゾンビを倒すと。ああ、すまない、よし、あとはこのチビゾンビ、ふっ、よーし、オッケー、大丈夫か。何しに来た、すまない、よく貴様は敵同士のはずだ。まあ確かにそうなんだけど、まあ僕の後味の問題だ。ひとまずこのグライダーをつけて一旦僕のロケットに逃げるぞ。断ると言いたいところだが、よもあの数のゾンビは手を焼いていてな。仕方なくついていってやろう。無駄口はいいから僕の後についてこいよ。さあ、グライダーを展開して、こっちだ。言われるまでもない。さて、なんとか脱出には成功したが、なんて数のゾンビだ。あの群れに飲まれたらさすがにやられてしまうな。よし、一旦、しまった、ちょっともうロケットが打ち上がってるじゃないか。地上からは乗れない。となったら一旦高いところから飛び移るしかないな。さーて、高台に来たわけだが、ミスター X、 こっちだ。早くしないとゾンビが登ってくるからね。やばい、下にゾンビが集中してるな。どうするんだ、すまない、僕に考えがある。ひとまずついてこい。グライダーを展開して、さっき作ったベッドの箇所がちょうど空いてるからね、ここの隙間から入るんだ。さーて、入れるか、いけるか、危ないか。よし、なんとか入れたね。こっから入るのか。あとはここにいざって時のための 100YTNT を起動させたいところだが、ちょっと今起動させると僕たちもこのロケットごとぶっ壊しちゃうからね。一旦空に飛んでから
爆撃しようというわけで、ロケット発射！浮かんでるか？カタパルトから出られてるのか？よし、打ち上がった打ち上がった。このまま空に逃げるぞ。だがその前にミスター X、 操縦変われ。世に指図するな。そんなこと言ってる場合か。僕はある程度高度ができたからね。今だったら100倍の TNT を降下させてもこのロケットが壊れることはないだろう。というわけでスイッチを押していくぞ。3、2、1、すまない。すごい威力だな。よし、すべてのゾンビも倒したし、これで脱出完了だ。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。よかったら他の動画も見ていってくれ。積み重ねてぶっ壊せ僕、なくせないぜちっぽけな宝。